子どもたちは朝学習をするために私より先に起きています。これが習慣になっているので、学校の授業の時間には脳が活性化されていて、予習それから学校の授業にも無理なく、ついていくことができているなと思ってます。当然遅刻するということもないですし、私が子どもを起こすというような手間もなくてですね、すごく助かってます。私は朝食作りの時間に合わせて起きてきます。もともと面倒くさがりなので、毎日料理の献立を変えるっていうのはすごく手間だと感じてしまうんですよね。なので我が家では朝食の形は基本決まった形で作るようにしています。朝は簡単にパターン化していて、ご飯とあとはお味噌汁、そこにタンパク質系のおかずですね、あと野菜という構成で作っています。これのおかげで毎朝何を作ろうかなと悩むことはないですし、買い物をする時もだいたい買い物が決まっているので、時短になって、それから考える頭ですね、そういったところに余裕が生まれていると思ってます。子どもたちが朝食を食べたり、あとは学校の準備をしている間に、私は赤ちゃんに授乳をしたりお世話をしています。やはり赤ちゃんがいるとどうしても規則通りにいかないことが多くて、私が手が回らないということも起きてくるんですが、そういった時は子どもたちもすごく手伝ってくれるんですね。その際はただこちらから一方的に頼むんではなく、子どもたちが自発的に動いてくれるように声掛けをしようと心がけています。そうすると子どもたちも積極的に自分がやるよと手を挙げて動いてくれるので、みんなが嫌な気持ちにならず、とてもスムーズに快適に生活ができています。今度は自分の身支度をします。重要なのは基本的にこの朝の時間帯に座らないようにしていることなんですね。一度座って腰を落ち着けてしまうと、どうしても次の行動をするのに億劫になってしまって効率が落ちてしまうんです。なので朝やることが一段落するまでは立ち上がりながら行うことで、フットワークが軽くなって短い時間でね、さっと済ませることができます。キッチンなどで汚れが気になるところがあったら、気づいた時にきれいにするように心がけています。またストック類ですね、こういったものがなくなった場合は気づいた瞬間、その時に補充するようにしています。そうすることで物の整理とか掃除などに大きく時間を割かれるということはありません。時間に余裕ができれば仕事や子どもたちと遊んだり、赤ちゃんの育児をする時間に充てることができます。家事も汚れも溜め込まずに気づいた時にやる、それがとても大事なことだと思っています。今は車を使って夫を駅まで毎朝送っています。在宅ワークだとどうしても一日パジャマすっぴんで過ごしたりというふうになってしまうんですが、こうやって外に出るという理由があると着替え、メイクをしなければならないので、気持ちの切り替えのスイッチになっています。その結果、気軽に買い物に行くなど、アクティブに動けるようになりました。科学的に人間の集中力が一番高まるのは起きてから2時間から4時間後と言われているんです。なので集中力が必要とされるような記事の執筆、資料作りなどは午前のこの時間帯に行うようにしています。逆に仕事の中でも比較的単純な作業だったり、体を動かすようなことは午後にするようにしています。このような分け方をすることで脳や体にメリハリをつけて効率的にスケジュールをこなすようにしています。とは言っても我が家には今0歳児がいます。赤ちゃんには規則なんて関係ありませんよね。だからこの子が目を覚ました時が
私の朝の終わるタイミングです。でもそんな不規則もまた愛おしい時間です。